第591回ダイナミッククローブ第4試合はスーパーバンタム級の8回戦です。赤コーナーからは船山大輝26歳、今日勝てば怒涛の8連勝ということになります。ラウンド1今ゴングが鳴りました。勢いよく左、いきなり左を伸ばしていったのが黒と金のツートンカラーのトランクス、帝拳ジムの26歳船山大輝です。ジャブを丁寧に打ち込みます。左をボディに伸ばしました。ジャブ左、さあどうだ。序盤から前に前に出ている船山、一方真っ青なトランクスがタイのスラデッチ・ルハシリ27歳です。サウスポースタイルが船山、右構えがスラデッチ。微笑みの国タイから来ました、このスラデッチ。今もパンチをもらいながらもこの微笑みを見せました。ボディボディ、左右のボディです。船山のスタイルは前に前に出るファイタースタイルです。強い気持ちを持って前に出る、そのスタイルをカルロス・リナレストレーナーも褒めていました。左のストレート、右のフック、いずれも強いという評価を持っています。左のストレート、ボディボディから右のフックとつなげていきました。これは船山にローブローの注意が与えられます。黒と金のトランクスが船山大輝26歳です。現在は7連勝中、前回9月の試合には自身3年4ヶ月ぶりとなる KO 勝利を収めました。序盤から積極的に手数を出しているのが黒と金のトランクスの船山です。一方ちょんちょんとジャブを伸ばしていく青のトランクスがスラデッチ。まもなく第1ラウンド半分を過ぎようというところ、右を出しました。ボディ、左のフック組のパンチを出しました。左ボディ、右のボディです。ここは一旦距離がなくなりました。ボディ、左のボディを伸ばします。負けじとスラデッチもボディを返していくという立ち上がり。さあスーパーバンタム級の8回戦オープニングラウンド、この第1ラウンドです。ゴングが鳴って早々船山が左のストレートから突っ込んでいきました。左を顔面に伸ばします。非常に落ち着いた立ち上がりとなりました。リングの中央、ジャブを丁寧に突く船山、ボディ左のボディから右のパンチつなげていきました。左、船山をじりじりと追っていくタイのスラデッチです。いつもは前に出るボクシングスタイルの船山ですが、ここはオープニングラウンド相手との距離を測っているというところでしょうか。ボディボディ、左右のボディを何発も打っていきました。しかしまだ効いていないというジェスチャーでしょうか。スラデッチ右を返していきました。青いトランクスのタイからやってきましたスラデッチ、7勝のうち5つが KO。 おい、左のフックを伸ばしていきました。ジャブをつきます。距離を測っている。第1ラウンド残り10秒です。左、力強い左を打っていきました。右のフック、左、スーパーバンタム級の8回戦まずは第1ラウンドが終了しています。静岡県の常葉立花高校時代にはラグビー部でした。この船山大輝です。前に前にという姿勢、そして根性はラグビー仕込み。ラグビーで培ったものが自身の夢だったボクサーになった今の自分にとっての武器となっています。これがプロ15戦目となりました。帝拳ジムの船山大輝26歳です。今日の第4試合スーパーバンタム級の8回戦です。第1ラウンドは比較的静かな立ち上がり、これが第2ラウンドです。サウスポースタイル黒と金のトランクスが船山大輝です。一方青いトランクスの右構えがタイのスラデッチ・ルハシリです。右ボディスラデッチ、おっと、第2ラウンドスラデッチが攻撃を仕掛けている。前に前にと出ているのは スラデッチです。青いトランクス、ボディ右のフックを返しました。黒と金のトランクスが船山、勝てば8連勝。ボディ左のボディをねじ込みました。
尊敬する下田明文さんと同じデザイン、ツートンカラーのトランクス、ボディ、強烈なボディです。第2ラウンド、船山がボディを中心に攻めています。前に出るボクシングが自身のボクシングスタイル、船山大輝です。一方タイのスラネッチも負けじと船山の追いかけていきます。青いトランクス、武器は右のストレートと話しました。まさに序盤から右のストレートを伸ばしているタイのスラデッチ。リングの中央です。左のストレート、右のフック、そのパンチにはトレーダーも一定の評価をしています。ジャブを丁寧についていく。第2ラウンド残り半分となりました。右スラデッチも右を伸ばしていきました。距離を取ります。普段は前に出るボクシングをする船山ですが、ここは相手との距離を測るように一辺倒に前に出る、その戦い方はまだしていません。ロープを背負った船山、一旦距離を取りました。ジャブを顔面にコツンと当てた船山です。ボディフックです。中学時代はサッカー部でした。高校時代にはラグビー部。厳しい練習でその根性、前に前にという姿勢を培ったと話していた船山。ラグビーの経験は今にも生きている、そう話しています。やり左右のボディです。左のボディから右のフックとつなげました。どうだ、低い構え。第2ラウンドも残り30秒少々。ほぼボディです。ボディを中心に攻めています船山。重心がやや高いスラデッチのまずはボディを狙っていこうという立ち上がりです。ボディ、ここもボディを狙いました。低い姿勢でパンチをしのいでいますスラデッチ。ボディ、右構えのスラデッチ、サウスポーの船山。ボディ、左をボディ伸ばしました。残り10秒です。帝拳ジムの船山大輝、プロキャリア15戦目、勝てば8連勝というリングです。第2ラウンドまで終了しています。スーパーバンタム級の8回戦です。好きなボクサーはオリンピック2連覇、世界3階級制覇チャンピオンのワシル・ロマチェンコと昨日の前日計量では話してくれました。タイ出身、27歳のスラデッチ・ルハシリです。プロ7戦のうち6勝5 KO 1敗、6勝のうち5つが KO 勝利というこのスラデッチです。一発のパンチではなくコンビネーションで相手を倒していきたいと話しましたスラデッチ。第3ラウンドが始まりました。サウスポースタイル、黒と金のトランクスが帝拳ジムの26歳船山大輝です。一方やや高い構え、青いトランクスがタイのスラデッチ・ルハシリです。立ち上がりから一貫して船山が丁寧にジャブをついて、そして左右のボディを狙っていくという攻撃です。右スラデッチがまず右のボディストレートを伸ばしていきました。ボディです。サウスポースタイルの船山、練習では繰り返し前に出てパンチを出す、その練習を繰り返してきました。前に来るスラデッチを相手に自身2連続 TKO 勝利なるでしょうか。ボディです。船山が狙っている。序盤からボディを丁寧についているこの船山です。一方スラデッチもパンチを出すことに声を出して気迫のこもったパンチを伸ばしていきます。左から右、サウスポーの船山、赤いパンチングローブ、ボディ、あっと左を連打、左2発から右という攻撃。しかしスラデッチも打たれたら打ち返す気持ちの強さを見せています。両者がともにパンチを打つたびに声を出している。ボディ、ボディを打たれたらボディを打ち返す、そんな第3ラウンドになっています。
船山は前回9月自身3年4ヶ月ぶりに KO 勝利を収めました。この試合も KO となりますと自身2連続 KO 勝利となります。ボディ序盤からボディをドスンドスンとついている船山、あっと右スラデッチの右、ボディを返しました。近い距離になっています。近い距離で打ち合いになりました。黒と金のトランクスの船山大輝、一方青のトランクスのスラデッチ、気持ちでは負けていません。非常にアグレッシブな攻撃を見せています。第3ラウンドも残り1分を切っています。ボディサウスポーの船山、序盤からジャブそしてボディを中心に試合を組み立てています。今度は右のボディ、ボディからフック、そして左のストレート、低い構え、おっと顔面狙っている、回転数を上げていく、どうだ、一目にかかったか、右のフック、左のストレート、どうだ、ロープを背負わせている、ロープを背負わせた、残り15秒、どうだ、スラデッチのパンチを返している、残り10秒です。ティナーマが一目にかかるか、どうだ、手数を出している、しかしスラデッチを負けていない、どうだ、仕留めるか。第3ラウンド終盤ものすごい攻防となりました。経験人の船山大輝、第3ラウンドまで終了しています。経験ジムの船山大輝です。第3ラウンド終盤ものすごい打ち合いとなりました。ロープを背負わせました。前に出るボクシング、そしてコンビネーション、自身の強み、自身のボクシングスタイルを第3ラウンド終盤に見せました。さあそしてこちらがこの後の試合で登場します日本スーパーフェザー級チャンピオンの末吉正です。今日勝てば5連続防衛ということになります。ラウンド4、さあ平原ジムの先輩末吉正にこの船山大輝がいいバトンをつなぐでしょうか。スーパーバンタム級の8回戦第4ラウンドが始まっています。先ほどの第3ラウンド終盤に両者打ち合いになりました。ボディです。赤コーナーの船山は相手に打たれたらより一層自分の中でボルテージが上がるんです、より一層自身にもスイッチが入るんですと、そう話しています。自分はスロースターター、打たれて気持ちが入っていくんです。入った、どうだ、左のストレート、どうだ、仕留めに行くか、第4ラウンド仕留めに行くか、逃げている、スラデッチはどうだ、ロープを背負わせた船山が拳を振る、自身初に勝るか、2連続 KO 勝利になるか、どうだ、仕留め切るのが船山大輝、ロープを背負わせている、第4ラウンド残り2分あります。パンチを出している、ハイルのパンチ、日本ランキング入り上の日本チャンピオンへ、その思いを拳に込めて船山大輝が拳を振っている、仕留めるのか、スラデッチも、しかし目は死んでいません、力強い眼差し、ボディスラデッチもパンチを返していきました。黒と金のトランクスの船山、日本ランキング入りへアピールしたい、そう話していた船山。第4ラウンド序盤からこのように打ち合いが続いている。スラデッチのパンチを返していく、前に出て右のフック、左のストレート、あっとどうだ、効いているか、スラデッチが効いているか、左、スラデッチが効いているか、立っているのもやっとか、どうだ、まだ耐えている、船山仕留めるか、どうだ、ふらついた、どうだ、試合を止めました。船山大輝8連勝、2試合連続のノックアウト勝利となりました。第4ラウンド船山の左右のパンチが火を吹きました。スラデッチル走りもよく耐えましたが、最後は船山の回転数の前に屈しました。